ちなみに、うん、あのこのラジオのことどなたからか聞いたりしてましたか？うん、なんかね、葵だったりとか、はい、あと雨宮だったりとか、ゆきからは、はい、あでも各々違ったな感想が。ゆきからは、はい、まあ自由な感じでした。っていうか、どっちがパーソナリティかよく分かんなかったっすって言われて。すいません。って言ってて、はい、へーって言って、で、あのエリザベスの雨宮は、いやでもすごい楽しかったですよって言ってて、で、葵はとりあえず楽しかったです、でも行けるところは行ってみましたみたいなことを言われて、なんか三者三様で全然わかんねえなと思いながらはい、あのすごい、あのゆうきさんには、うん、あのリードしていただいて、あの巨乳好きって聞かれたんでしょいろ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 な質問をいただきました、うん、でちなみに巨乳好きに関することはどうやって答えたの？どうでしたっけね。あ、スルーしてたの？どうでしたっけね。じゃあここではっきりさせようよ、巨乳は好き？鈴木さん、はい、今鈴木さんっつった？じゃあデコピンを一発。え、デコピン、え、怖いよ。え、いたで今ね、ペットボトル入れのカエルちゃんがいました何、カエルちゃんやられちゃうの？ごめんね、痛かった。ああ、自分がやられるよりもきついことをこうやってされていくんだよ。なんて呼べばいいんでしたっけ？タッツンさん。あ、そうだ、タッツンさん。お前、ちょっと待って。台本に書いときますね。おい、おい、久野、美咲、こら、さっき決まったことやろ。メモらんとわからんのか？怖い。これ怒っていいとこでしょ、俺は。そんな、え、ちょっと待ってください、鈴木さん、そんな声。ああやだ、やだよ、痛い。あ、これ大事なんですよ、10歳の時から使ってるんです。あ、ごめんね。でもそんなカエルちゃんが、ごめんね、その呼び方を間違えるがゆえに私が守るから